第十六回日本財団開催競走優勝は一号艇ミネリルタ選手ですおめでとうございます。ありがとうございます。ゴールスタートはねガッツポーズで。そうですね節は一節間ガッツポーズながら走ってたんで慣れてました。はい、はい。後ほどねゆっくりお話を伺わせていただくといたしまして、はい、まずは表彰に移らせていただきたいと思います。はい、まずは表彰状の。 授与となります。授与を行いますのは青梅市事業管理課長より授与いたします。それではお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして優勝カップの贈呈です。いすはい、今ね優勝カップが三瀬選手に送られました。課長ありがとうございました。 それでは改めまして優勝しました。峰竜太選手の話を伺います。改めまして優勝おめでとうございます。ありがとうございます。本番レースは坂本選手が引きダッシュに来ました。でも全然気づいてなくてさ。今聞きましたねそ。それなんかずっと見えなくて3番が、ええ、僕ずっとあのスタート。結構自分早いの言ってて。ええ、まあ誰もいなかったら放ろうと思ってて。 見なかったんで、ええ、掘った瞬間ぐらいに3番がバキンって見えたんで、はい、ちょっとねその瞬間に2本見えて、ええ、ちょっと慌てましたねあそうでしたか。はい、その後、スリット5から1幕有賀君がねあのマク僕がやっぱ下がってた分まくりに来たんで応、ええ、挙があってあの周り代もあったんで、はい、あこれだったら綺麗に回れるなと思ったら本当にあに抜群のターンはできました。 もう気持ちのいいターンになりましたかあの、えー、全速でもあったんですけど、支えてないなと思ったんで、はい、あの安心しました、えーはい、そして今日は昨日に比べると、またね、気温も下がったそうですね、でもあの、すごい朝から乗って、えー、これなら、えー、インから行けるっていう状態になったんで、はいえー、細かく最後まで調整してましたもうじゃあ、仕上がりもバッチリだったと。もうこれ以上は自分は出せないですね。<laughs> 納得の仕上がりの中での優勝ということになりましたかね、はいえー、そして今年の優勝回数、12回目の優勝ということになりましたそうですね、でももうあと記念ばっかなんですけど、えー、あと5回ぐらい優勝しないといけないらしいんで、えー、もう今からの方が大変じゃないかなと思ってますあやはり、野中一雄さんの16回の優勝というのは、意識されてますかうす、ね、もうなかなか狙える機会ないと思うんで、協会、はいえー、からも期待されてると思うんで、はい、自分が乗り換えて、新しい 記録を作りたいと思ってます、はい。そして今シリーズ、今日もね、あの平日でありますけれども、たくさんのお客様が。そうですね、ね雨ですけど、あの、外まで来てくれてたんで、はい、あの裏切るわけにはいかないなと思ってました。はい、その声援を受けてのウイニン,ングランはいかがでしたか。いや、あの、やっぱり。た、多川のファンの人たちは、多分僕見るのが久しぶりだったと思う、あの記念ぶりだったんじゃないですかね。はい、と思うんで、ね、あの、本当にこう。一年間の思いみたいなのが伝わってきたんで。はい いや本当に球が一般戦だったんですけど来てよかったなと思いました、はい。本当にありがとうございます。はい、あの記念としては昨年のグラチャン以来ですけれども、はい、一般戦自体はえっと2018年の6月以来ということですから。ああそうですか。ねあ<ー>久しぶし、ねまあ、結構やっぱり僕はあの G1 でしか発展されないことが多いんで、はい、まあこうやって一般戦でも、えー、シリーズをもう1.5倍ぐらい盛り上げられたら、はい、すごい自分の役目は果たせてると思うんで、えー、これからもまあこういう ふうに勝ちで頑張っりたいと思いますはい、ありがとうございますそれでは最後にもう一言ファンの皆様にメッセージをお願いいたしますはい、えー、これから、えー、もっともっと厳しい戦いが続くと思いますので、えー、優勝で気を引き締めることなく全、えー、人未到の記録を作りたいと思いますので、えー、皆さんも全国から、えー、世界中から応援してくださいアラハはい本当に、ね、おめでとうございました優勝しました峰龍太選手に話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました